2020年、東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場になる新国立競技場の本体の工事が始まり、式典が行われました。式典にはは丸川担当当大臣や小池都知事らも出席しまししまたた初のの計画でで去年10月の着工でしたが 2500億円を超える工事費に批判が集まり安倍総理が白紙撤回を決断するなど1年2か月遅れの着工です工事はすでに始まっていまして競技場が楕円形になっているのがよく分かります計画通りおよそ1490億円で工事が進められるかがポイントです工事は当面掘削など地下部分が中心で地上部分は来年の夏以降に始まります そして3年後の2019年11月に完成する予定です。